もうすでにこの画面で怖え。何のゲームだよこれ。 全く、よもや対戦格闘ゲームとは思わねえよな、あの絵で。ホラーゲームでも実況すんのかっていう。 はい、ムービーの途中ですが、いきなりもう喋りますよ。す残念なべがらて、ね、ムービーは、おお、喋ってる。ここから始まった。はい、ちょっと自己紹介の前にね、ちょっとムービー先に見ちゃいますけど、残念ながら、マグの動画では、ムービー中も喋ります。今回やるゲームはこちらです。もうなんとなくわかるとは思うんですけれど、はい、出てきました。いや、すげえ飽くななきム闘ービー。争と反逆、お、血の宿命だ。私の愛する平八さんは、いや、これはもう初めて知ったんですけどね、今回の。多くの犠いや、牲母親が出てくるとは思いませんでしたね。あららららら、これは関係ねえや。そうです、今回はなんと豪鬼も登場するんですね。ストリートファイターシリーズの。剣を極めし者なり。いや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 、全ては動き出した。そう、親子対決っていうのが今回のストーリーだけど、孫もいるんだよね。孫、完全に今回は脇役かこれね。これ平八と和也なので、どこ大きい豪鬼を雇ったみたいな感じなんですかね。おお、昇竜拳。いやー、波動拳がずるいと思っちゃいけませんね。目からビーム出すやついるからね。あ、これ知らない。あ、これは知ってる、これは知ってる。あ、でもこれ知らない。あ、ほら、ね、もう目からビームって。大丈夫、波動拳打っても大丈夫だわこのゲーム。お、母を殺した。鉄拳ワン、ツーをやってた人ならわかるけど、このやっぱり火山ですよね、この二人の戦いは。あ、和美平八、和美と平八の子供で和也なんですね。貴様の野望もこれで終わりじゃ。ゲームセンターでリアルにやってたのは鉄拳1、2なんで、衝撃を受けましたよね、この時は。まさかのね、エンディングで火山に投げるかい、普通。最後にどちらが勝っているか。え、あ、これ子供の時からもうこんなんだったの？目赤かったよ、今。決着をつけるとするか。さあ、本当につくんですかね。一生つかなくてもいいんだけどね、このゲームやりたいから。あ、タイトル出る、タイトル出る。はい、というわけで今回やっていくゲームは鉄拳7となります。あ、言うの忘れてたので今から。はい、どうもマグマグマグロンと申します。はい、今回やりたいのはこの鉄拳7なんですが、まずね、第1回目の動画はまだ入門生って書いてありますね。おそらく主軸はここに書いてある三島家の物語を追いながらドラマチックなバトルを楽しめるモード、おそらくこれが主になると思うんですが、マグの動画はゆっくりやっていくので、週に2、3回なので、早くストーリーを知りたい、早く見たい、クリア早くしてくれっていうのは、まあ、よそ様の方でご覧になってください。ここではね、おそらく、ま、回りくどい
クリアの仕方すると思います。まあそれは交互期待で、これオンラインなんですが、マグは鉄拳7をほとんど対戦でやったことありません。コンピューター戦のみしかやったことがないということで、まあ鉄拳1、2はねゲーセンでやってたんですけど、なのでこのコンボとかも上手じゃないし、まあもしかしたらやるかもしれないけど、序盤はオンラインは主軸じゃないので、このオンライン対戦を見たいという方も、まあ、よその YouTuber さんを参考にしてください。で、やりたいのはこのストーリーと、オフラインのアーケードモードのエンディングも見たいですよね。一人ずつね。これもまたゆっくりやるんでしょうね。私のことですから。で、これはなんだ？トレジャーバトル。次々登場するCPU 操作のキャラクターと対戦するモード。これはなんかさらっとやってみて面白くなかったらやらないかも。バーサス、プラクティス、これは後で練習しましょうかね。でカスタマイズ、ジュークボックス、まあ、この辺はね VR なんてあるの。あ、情報不足。え、360度見えんの世界が。それはちょっと魅力だけど持ってないし VR。これどんなんなんだろう、ちょっとこれ見てみたいな。技とかそういうの一から教えてくれると助かるな。基本ボタン連打だよ俺。わあ、いっぱいいる。それから見ていこうか。パンダボブ、あら、ウェディングドレス姿。こいつだけ年取ってないってやつだよね。だってね、コールドスリープかなんかの。で、ゴーキ、これがお母ちゃんですね。カズミ、これもなんで年取ってないんですかね。これがなんだっけ、デビル遺伝子のなんとかってやつですよね。まあそれは多分クリアすればわかるんでしょう。レイベンがこんなになってる。ここら辺、あ、エディもいるんだ。吉光はもう何なのこれ、もう何なのどこに向かってるの本当に。ドラグノフ、ファラン、あれファランってこんなんだっけ。そう、あの鉄拳7をゲーセンではやってないので、全くそのムービーをちらっと見たことあるぐらいで、ゲーセンではやったことないんでね。怖いんだもん。アローもいる。アスカ、でカズヤと A8。 え、何これ、ごめんなさいね、知らなくって。で、多分使うのこれだろうな。シャオユ、あー、なんかジンの影がだいぶなく、なんか存在感が薄いな。完全にこの2人のストーリーになっちゃってますもんね。あ、でもデビルジンはいるんだ。ギガス、なんだこりゃ。アメコミ、アリサ、お、で使いようですね。どんなのかちょっと見てみようかな。ちょっとねコンボとか教えてほしい。まあやっぱりね、アスカにしないと。ちょっとやり方ちゃんと教えて、なんかチュートリアル的なものだったら助かる。頼むよ。いやでも映像が綺麗だな、ほんと。え、なんか書いてあるけどわかんないよ。よし、じゃあネットで調べながら技一個ずつ見てみるか。あ、やっぱりそういうなんか教えてくれたりはしないんだね。ボタンの配置分かってなかったりして。メニューを開く。技はほとんど知らないんでね。すいませんね、ストリートファイターだったらもうちょっと上手いんでしょうけど。あ、まあそんなんでもないや。
でね、今これコントローラーが見えてないんでね、その上にマイク置いちゃってるから。あ、コマンドリストあったあった。あ、こんなにいっぱいあるんだ。ね、コマンドも知らないし、さらにはねコンボも知らないんでね、なんかそこら辺の分かりやすく教えてくれるかなと思ったんですけど、ここら辺ですかね。ここら辺は多分、ストーリーをやるときにちゃんと練習して挑むと思います。ゲーム中に表示っていうのがある。あ、こういうのいいな。これは便利だな。なんかデモ再生とかが見れるんだ。これで、これでやったってことにしようかな。あ、これは便利だ。ちょっと全部見てみるか。こうして、こうすればデモ再生。何かわかんないからね。マルスソード、あ、全部見せてくれるのいいなこれ。ただこの辺の方がいいか。この辺見せればなんとかかっこつくでしょ。何やってんだかって感じだね。ほんとこっちこっち。すんごい音したな今。サンプルコンボ、あ、こういうの嬉しい。こういうのも教えてくれるんだ。こんなのばっかりしか使わないと思うけど。おお、できんのかこんなの。こうやってね、なんか浮かせてポン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 続くっていうイメージはあるんですよね。おお、こんなんできたらかっこいいですね。
また続く、また続く。なるほど。まあ、ここら辺のはね、全くできないんで、ここら辺はもうしょうがないですね。なんか、頑張って覚えますよ。というわけで、じゃあちょっとね、さらっと見てみましょうかね。多分これが主軸になると思います。運命の態度。英語？英語なの？Scribbled on it were the words, I love you. I was so happy, I cried. え、誰のストーリー？ At the time, I believed that love was all anyone needed. For some years now, I've been investigating father and son. And I managed to get a hold of the first letter the boy wrote to his father. It said,Father, one day, I will tear you to pieces. 恐ろしい、恐ろしい。数十年前。これはね、あの、なんか、公式チャンネルの方で。おお貴様のせいで、母さんは。あ、若い。若いけど奇抜。ああ、いきなり。はい、ちょっと今コントローラー変えます。はい、これチュートリアルにもなってんのかな。あいてー、ストーリーアシストボタンを押しながらパンチまたはキックを押すことであらかじめ用意された技を出すことができます。え、ストーリーアシストってどうやるの。あ、書いてあった。これのこと言ってたの。なんか技出るようになってる。おおおおおお。いやだから。これ変わって出直してこい。実の子に対しての蹴りではないな。じゃ殺傷能力のある蹴り。え、もう何もう この頃から何こういうことすんのこの親父は本当にバキよりすげえな。え、お、俺が落とすの、俺が操作すんの、それを。ひどいゲームだ本当に。もうえい、いや、トロフィーよトロフィー獲得したけどさ、足を倒せると思ってるのかって書いてあった。お、どこまでプレイしようかね、これね。どこで切ったらいいんだろう。ちょっと今適当に始めちゃったんだけど、初見にしないで一回見てからやった方が良かったかな、これ。おお。オープニングで見たけどな、ジムっぽいんだけど違うのかな。すごい最先端。 As leader of the Mishima Zaibatsu, Jin Kazama plunged the world into war.
He sent the human race to hell. All so he could save it. Fear and hatred enveloped the globe, filling it with despair. Just as Jean predicted, Earth's despair awoke Azazel, an ancient beast sealed deep underground because of its threat to humanity.そうね、なんかこんな化け物出てきたよね、なんか前回ね。But could the world really be considered saved? The war that Jean began has now evolved into a battle between the Mishima Zaibatsu and G Corporation. One which has kept the wheels of turmoil spinning day after day. G 社ってのはこのカズヤですね。And the prize?Is world domination. で今三島財閥がジンなのかな。Has gone missing in the Middle East. His whereabouts remain unknown, but his disappearance has tipped the scales in G Corp's favor. エリア E2031にて救難信号を受信。国連軍のヘリからと思われます。我々が数日前まで当初を捜索していたエリアの近くです。Increase surveillance. If a UN soldier so much as sneezes, I want to know. 了解。国連とも戦っとんのか。久しぶりよのこの場所に立つ。陣を失った財閥が混乱する様子が手に取るようにわかるわい。普通に単身乗り込んで制圧できちゃうもんな、このおじいちゃんは。これが三島財閥なんですね。 If there were demons in this world, これ単純に見てるだけでいいな、楽でいいかもしれない。 The answer to that question still remains. あ、チャプター1。 That day, 剣王の帰還。 I was reporting from a battlefield, gathering news about the war to bring to the world.あ、さっきから喋ってんのは報道記者。When I headed この人は中東にいるのね。have come under attack. When I returned, nothing was as I remembered. The roads used to be quiet, hardly a car in sight. あら、奥さんと子供は。But now tanks and armored vehicles line the streets.Like、an iron wall. 全然関係ないけど、これ今俺新しいヘッドホンを買って聞いてるんだけど、火のパチパチ音が後ろから聞こえてくるわ。すげえな。あら、どっちが攻めてきたんでしょう。Everyone I loved had been lost to the past. That day, my old life ended, and a new one began. In my loneliness, すべてが始まった日になってたよ。 Hatred grew inside me. Iseki 周辺はすべて捜索しましたが。生体反応はなし。やはり当主はもうノーライフ。G社の攻撃も激化しております。当主が不在の今、いち早く体制を整えねば。さあやってきましょう。おじいちゃん、銃が効かないからね、この人たちには。あ、これはあれかな、平八を使うのかな。じゃあこれで、なんだこりゃ、もはや対戦格闘ゲームの域を超えておる。わあ、エレベーターだったの今。Catch him quick.
銃が効かないからね、このおじいちゃんに。イエーイなんなのこれあ、それも効かない。おーおーおーおお、さすが兵八。ニーナと戦う感じかなこれね。鉄拳にしようと戦うのかな。これだけか。わしの出迎えにしては少々物足りんの。おでも蹴られて。普通に銃は効かない。あ、なんだこれ。あれ、どういうことどういうこと。どういうゲーム。あ、そういう感じ。あ、いて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 。ちょっと一旦ここで切ろうかね。長くなっちゃうと思うんで、じゃあ次はねこの兵八からスタートしていきたいと思います。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。